どうもこんにちは、グリムです。それでは今回も早速やっていきたいと思います。さあ今日はリア王について話したいと思います。こちらシェイクスピアの四大悲劇の一つでね、もうこのチャンネルでオセロは紹介してるんですが、オセロ、マクベス、ハムレット、そしてリア王があります。でこのリア王、この四大悲劇の中でもね、一番悲劇的と言われてるんですよ。オセロの最後もね、もうたくさん人が死んで、もう誰も救われない状態で終わりました。リア王もね、似た感じで、もう誰も救われない、まさに悲劇という感じで終わるんですけど、主人公はリア王なんです。このリア王がね、引退するんですけど、3人の娘に引退するから自分の領地を分け与えるんですけど、そこでね、大きなミスを犯してしまうんですよ、リア王。そこからどん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 話が悪い方向に進んでいって、最後は悲劇になるというんですが、リア王を裏切られるんですが、裏切られるのは実はリア王だけじゃないんですよ。これ裏切り二重になってて、リア王の側近にね、グロスター伯爵というのがいるんですけど、このグロスターも自分の子供に裏切られるんですよ。このリア王が自分の娘に裏切られるのと、グロスターが自分の息子に裏切られるのがね、話としてどん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 絡まっていって、でさらに大きな悲劇となっていう、なっていくんですよ。でその中悲劇になるんですけど、その中でもね、登場人物結構多いんですけど、それぞれが大事にしているものがある。特にリア王の三女、三人の娘なんですけど、三女コーディリア、これがね、物語で出番はそんなに少ないんですけど、かなり重要な役割を果たしているんです。このコーディリアにぜひ注目していただきたいです。それではいきます。まずリア王、年なんでね、もうそろそろ自分は陰に引っ込んで自分の娘たち領地を分け与えよういう話になるんですけど、そこにね、リア王には2人の側近がいるんですよ。大事な側近、ケント伯爵っていうのと、さっき話したグロスター伯爵、このケントとグロスター2人いるんですけど、この2人が話してるんですね。でグロスター、息子2人いるんですけど、そのうちの次男の方をケントに紹介するんですよ。この人に挨拶しなさい、この人知って、うちの息子知ってますか。いや知りません、ケントが言うんですけど、この息子はね、実は母親が私の妻の妻ではないんですよ。実はこのグロスターの次男エドマンドというんですけど、これは母親が結婚していない女性なんですよ。グロスター伯爵のちゃんとした正式な妻とは別の母親になってるんですけど、それを育ててるんですね。で母親が違う次男になって、長男はエドガーというんですけど、これは正当な長男としてね、後継ぎとしてされているんですけど、このエドマンドはね、私生児言われてるんですけど、あんまり、まあ次男っていうのもありますけど、この時代優遇はされてないけど、私はこいつの母親に随分世話になりましたから、グロスターが言うんですよ。でステージはまあそれを当然コンプレックスに思ってるんですよ。でケントとそう話して、でリア王とか、そう自分リア王の娘たちが入ってきて話をするんですね。でリア王の娘、長女がゴネリルって言うんですよ。で次女がリーガンで、三女がコーディリアって言うんですね。でこの3人に領地を分け与えるんですけど、長女と次女はもうすでに結婚してるんですよ。それぞれ偉い貴族の人とね。長女は、コーンウォール賞、あ、違う、オールバニア公爵っていうのと結婚してて、次女はコーンウォール公爵っていうのと結婚してるんですよ。この後すっごい名前間違えると思いますけど、申し訳ありません。で、この3人に領地を分け与えるんですけど、それぞれね、リアオが言葉を聞かせてほしいって言うんですよ。私のことを、私このリアのことを、君たち3人の娘がどれだけ愛してるか、私は聞かせてほしい、そう言うんですね。これがこの物語一番最初ですけど、一番のミスの始まりだったんですよ。まずね、長女ゴネリル、私はこの世の誰よりもあなたを愛しています、私はあなたに全てを捧げる覚悟があります、この人生、言うんです。ありがとう、言うんですね。君にはこの領地を与えよう、地図があるんです、この領地を与えよう、言うんですね。でも実はもともと誰にどのぐらい領地を与えるかもうすでに決められているんですよ。その上でリアは、まあ、ちょっと茶番みたいな感じですけど、娘たちからの言葉を聞いてるんですね。で次女が言う、次女の言葉を次聞くんですよ。次女、君はどうだリーガンと、リーガンは言うんですよ。はい、私もお姉さんと同じでございます、しかしお姉さんの言葉では
どうしても足りません。私はそれでも私の五感すべてを父親に預ける、あなたリアに預けるぐらい私はあなたを愛しています、ありがとう、いやお前にはこの土地を与えよう、なるんです。で最後コーディリアに話を聞くんですよ。コーディリア、君は私を愛しているか、言葉を聞かせてくれって言うんですね。コーディリアはこの時ね、こう言うんですよ。私は父上、あなたを愛しています、リアを。それ以上でもそれ以下でもありません。ん？なんか他にもうちょっと言う言葉はないのか。いえ、何もありません。何もない、何もないところからは何も出てこない、言い直せコーディリア。父上、私はあなたを父上として愛しています。そして私を育ててくれたこと、それにとても恩義を感じています。しかしそれ以上でもそれ以下でもありません。私はあなたを愛しています、以上です。ただ、明らかにこの長女次女はね、明らかに言葉をもう壮大にして、実際に今僕が言ったよりもかなり長くね語ってるんですけど、シンプルにさ、愛してます、それ以上でもそれ以下でもありません、三女が終わるわけですよ。いや、なんだと言うわけですよ。そんなんありえるか、お前若いくせにそんなに釣れないのか、若くして真実を申すんです、お父さん、そう言うんですよ。この時ね、コーディア当然父親のこと愛してるんですけど、じゃあどうしよう思ったんですよ。姉たちが話してる時に、私は長女が話した時、よし黙って愛していいよ、本当に愛してるならわざわざそんな言葉でね、なんか取り繕うはずない、本当は愛してないのにわざわざね持って、大げさに話を持って愛してる伝えるのは簡単だけど、じゃあ本当に愛してるのにわざわざ大げさに言う必要あるのか、そういう矛盾が思ったんですよ。だからよし、そんなに言葉多くなくで必要最低限で言葉を伝えよう、態度で表そう、そう決めたんですよ。けどそれがリアル、伝わらなかったんですよ。シェイクスピアの重要な考え方でストア哲学っていうのがあるんですけど、このストア哲学はストイックの語源にもなってるんですね。コーディリアにとって大事なのはこのストア哲学、徳を積むことが大事なんですね。なんか人に寄り添って、ああなんかごますりみたいに迎合したり話を合わせたり考え合わせたりするんじゃなくて、自分の信念に従ってそれを守るという考え方が大事なんですよ。コーディリアはこれに従ってるんですよ。他のシェイクスピアの物語でも何人かいるんですが、これが一つの重要な場面なんですよ、コーディリアっていう人物自体が。でもリアはこれを気に入らなかったんですね。分かった、もういい、お前には何も与えない、何も言うんですね。この場にコーディリアに結婚させてください言ってる人が二人いたんですけど、もう勝手にしろと、誰と結婚するでもいい、お前君たち二人どうだ、この何も財産がないのと結婚する気あるか聞くんですけど、その一人はいや何も財産がないなっていなくなるんですよ。けどね、一人残るんですよ、フランス王なんですよ。このフランス王はね、私は構いません、私のコーディリアへの愛は本物ですと、ですから結婚させてください、ああそうか好きにしろっつって、コーディリアは行くんですよ。けどその前にね、ケント伯爵が右腕、リア王の右腕、待ってください言うんですよ。それはいくらなんでもひどすぎやしませんか、自分ずっとリア王に仕えてきて、この娘たちのことも分かってるんですけど、冷静に考えてくださいと、コーディリアも言ったんですよ、リア王に。長女次女はもう結婚してるんですよ。私ももし結婚すればあなたに捧げてる愛の半分を旦那に分けることになります。けどあなたの長女次女は、私の姉はもう結婚しているにもかかわらず全てをあなたに捧げると言ってる。なのに結婚してるっておかしいじゃないですかって言うんですよ。ケント君も同じこと言うんです。どう見ても冷静に考えればですよ、王様、長女次女の言ってることはかなり持ってるじゃありませんか言うんですけど、リアはそれも気に入らず、ケントアークを追放するんですよ。もうお前とはやってられんっつって、出て行けっつって、ケントアーク追放されるんですよ。で、三女のコーディリアもフランス王と一緒にフランスに引き上げてしまうんですよ。よし、これでもういい。言って、その場は終わるんですよ。で、もう一人の
リアオの側近ケント伯ともう一人グロスター伯、伯爵の息子、次男ですね、エドマンド。俺もやってやる思うんですよ。どうにかして俺のこの政治という地位をひっくり返してやる、そう思って行動を起こし始めるんですよ。で、引退したリア王なんですけど、この後はね、ゴネリルとリーガンの家に一月ごとに移って世話になるという風にしたんですよ。もうご隠居ですから、引退して何あとは余生を過ごすだけなんでね。で、最初長女のゴネリルの家、ゴネリルとゴネルと結婚してるオールバニー伯爵の家に世話になるんですけど、ここでねすごい嫌がられるんですよ、このゴネリルに。特にリア王はね、側近を引退したにもかかわらずですよ、100人近く連れてどんちゃん騒ぎしてるんですよ、いつも。それが王の権力だって言ってるんですけど、もう王ではないんですよ。権力を自分で手放したにもかかわらず側近をそんなに抱えてね、それが財政的にもゴネリルの家に負担になるし、大変困ってるわけですよ。なんかすごいね、ゴネリルの屋敷の人たちにもなんかすごい横暴な態度を取るし、雑なんですね。それが嫌なんですよ。で、どうしよう、困ってる。自分の羊と話して、オズワルドっていう羊がゴネリルにいるんですけど、それと話してるんで、どうする、大変ね、この人言ってるんですけど、あの人どうしよう話してるんですけど、その頃ね、リアのところにはケント伯が来るんですよ。けどケント伯追放されたじゃないですか、一回。この時変装したケント伯が現れるんですよ。リアは気づかないんですよ、誰がケント伯か。で、この変装したケント伯がまだね、王様への忠義はずっと失ってないんですよ。ケント伯、王様のためにあの時もね助言をして、で追放されたけど、それでもなんとか王様のために変装してまでね付き人をやるんですよ。ちょっと別のちょっとボロい格好してリアにねついていくんです。お願いです、元王様、もうについていかせてくださいリア様って言って、よしいいだろう。でこのケント伯側近になるんですよ。でリアたちが100人のね、もう側近もたくさんいるんですけど、変装したケント伯と一緒にゴネリルの屋敷戻ってくるんですよ。そうするとゴネリルはね、作戦立てたんですよ。もうここにいたいと思わせなかったらいいんだ、早く出ていきたいと思わせよう、そうだって、すごい雑なね、そっけない態度、冷たい態度を取って嫌にさせてやろうって作戦にしたんですよ。で自分の執事オズワルドと話し合って、そういう態度と冷たい態度を取ろうって話し合って、でリアがね、おい君、話しかけても終始無視するんですよ。え、何、なんでもないねって言っちゃうんですけど、あいつ今この俺になんて態度だった、めっちゃ怒るんですよ。リアをけしからんと、このリアにだぞ、もう王様じゃないんですけどね、権力手放しますし、いい度胸しちゃうからついてこいつつったのに全然来ないんですよ。来ませんねつで、ケントがね変装してますけど、もうリアへの忠誠は忘れてませんから、そいつ蹴飛ばすんですよ、オズワルド。バーンつって、いや、いた、何すんだよって言うんですけど、この腐り気どうだって怒るんですよ。もうダメだなってこいつら、この屋敷もう態度悪くないかって言って、ケントをね、変装したケントを君っつって、ちょっと次女のリーガンの家に行って、ちょっとこのこと伝えてくれ、あまりにも扱いがひどすぎると言ってくれって言われるんですよ。一方ゴネリルの方はね、自分の執事のオズワルドに言うわけですよ。ちょっとこれ妹と協力して、もう父さんのことを追い出したいから協力するように言って、で手紙書くからこれ持ってって言って、オズワルドを手紙出せるわけですよ。で一方リアにはもうやってらんないから、それにもう側近100人もいらないでしょって、50人でやってくださいって言って、リアも怒ってしまうんですよ。で一方リアのもう一人の側近グロスターですね、このグロスターの息子エドマンドとエドガーがいます。長男エドガーは普通に結婚した子供なんですけど、エドマンドは違います。でこのエドマンドがどうにかして上り詰めたいエドガーを陥れたい思ってるんですよ。で父親がある日会いに来るんですね、グロスターが。するとエドマンドはなんか手紙読んでたんですよ。で父親がなんだその手紙って、いやなんでもありません、見えない見えない、なんだどうしたどうした、いえこれは兄さんからなんだから、兄さんからなんだから、なんか挙動不審なんですね。なんかおかしいなと思ってグロスター、なんで兄さんからの手紙なら別に私からそんな隠す必要はないだろう、見してみよう、一体何の手紙、いやそれが
いや、なんだなんだなんだ、すごい気になるような感じを出すんですね、エドマンドが。いやと思って実は言うんですけど、本当なんか兄さん調子がちょっとおかしいんだと思うんですよ、その手紙に書いてあることなんかおかしい、そういう感じ出すんですね。いいから見せてみろ、渡すんですよグロスターに、父親に。で見てみると、父親は財産たくさん持ってるけど、その財産が俺たちに引き継がれるのは、結局あいつがずいぶん年取って引退してから、その頃には俺たちも年取ってるから全然好きにできない、俺たちで好きにできるように早くなんか権力を失ってほしいな、自分の父親に対して、そういうことを言ってるんですよ。これを聞いてね、なんだあの野郎は思うんですけど、これこそがエドマンドの作戦なんですよ。その手紙はエドマンドが自分で兄貴から書かれたと偽造してる手紙なんですね。おい、この手紙本当か、本当にあのエドガーが長男が書いたのか。そうでないと言いたいところですが、はい、この手紙はエドガーが書いたものですね。この筆の跡的にも、はい、そうです。くそ、けしからん、探し出せなるわけですよ。ここでエドガーはもうはめられてしまうんですね。で、ここから場所また移って、エドガーのところにエドマンドが来るんですよ。で、なんか父親がね、なんかすごい怒ってるらしいと。兄さん、だから今危ないよ、言うんですよ、エドガーに。え、なんで、どういうこと？エドガーとしてはわけが分からないわけです。なんでそんな怒られてるのかわかんない。とりあえず、一回逃げてください、兄さん。そう言うんです。で、兄さん、分かった、逃げるって用意してるんですけど。じゃあ、なんか、僕が取り逃がしたと思われるのも、あれなんで、僕も今ね、ちょっと言わなきゃいけないんで、兄さんのために今逃がしてね、ちょっとその間に父親の意見変えてきますから、つって。父さんの意見変えてきますから、僕とちょっと戦ってるふりしてください、つって。カンカンカンってやるんですよ。で、それをグロスターがちょっと聞きつけるんですよ、屋敷の人たち。で、エドが逃げるんですよ、バーンつって。で、エドマンドは逃げた後に手をわざとで切るんですよ、バッ、切って。あ、痛い、つって。で、屋敷の人たちに言うんです。どうしたんですか、言われた。ほら、今、兄貴に切られたんだ、つって。なんてやつだ、エドがひどいやつだ、つって。みんな、エドガーがね、もうそのイギリス中で指名手配されることになったんですよ。これ、エドガーはもう立場なくなってしまったんですよ。よしよし、しめしめ。エドマンドは思ってるんですよ。けど、この息子の復讐はね、ここでまだ終わらないんです。この次男の復讐は。で、一方、次。ケントがね、変装したケントが、リアから使わされて、コーンウォールのとこ、次女の夫妻ですね。リーガンとコーンウォールのところに行くんですよ。で、手紙を渡すんですけど、そこに長女から来た羊オズワルドも来るんですよ。で、オズワルド揉めるんですね。またこれ態度悪いってのをケントは覚えてるから、なんぞお前お前汚いなと、なんか争いながらね。で、すごいどんどん口論がエスカレートして剣を抜くんですよ、ケントが。で、追い回し始めるんですよ、オズワルドの屋敷中、わーっつって。で、そうしたら妹と妹の夫が出てくるわけです。おい、何事だと。何してるんだ。この者がリアオにひどい扱いをしたんです。オズワルドのこと言うんですけど。けど、その父親がもうよろしくないってことは、妹夫妻も気づいてるんで、もうやってられんと言うわけですよ。で、コーンウォールの方が、妹の夫がね、ケントのことを足かせで繋いでしまうんですよ。当然、王の使いを、元王ですけど、元王の使いを繋いでしまうわけですから、もう、王に対して、それは侮辱を働いてる。ひどいことをしてる。いうことになるわけですよ。こんなん許されないですよ。ケント言うんですけど、そんな聞き入れない。いや、そんなの叶うものか。こんなの許されない。お前みたいなやつが、お前みたいな無礼なやつが来るな。ギャーだ。言うんですよ。で、オズワルドから、姉からの手紙を受け取ってね、ああ、そういうことね、みたいな感じに分かるわけです。そこに、リアが来るわけですよ。うちの使いの者来てないか、遅いなって言って、で、ケントに会うんですけど、お前どうしたんだ、足かせ繋がれてるわけですよ。俺の使者に対してこんなのしたやつ誰だ、聞くんですけど、それは私ですって、コーンウォールが言うわけですよ。妹の夫が、自分の義理の息子はね、なんということ、ありえない、
もう受け入れられないんですよ。自分の下ですから、自分の分身みたいなものですから、それがね、こんなひどい扱いを受けて、はあ、ありえないなるんですよ。そこに長女のゴネリルも来るんです。でもゴネルとリーガン、この時手組んでるんですけど、お前たちなんてことをするんだ、ひどいなっつって、で次女のリーガンが言うんですよ。お姉さん50人にしてください、側近って言いましたけど、100人から50人にしてくださいって言いましたけど、私の方ではもう25人にしてください、それ以上なら私はもう受け入れられません、言ったんですよ。だとありえないなこいつ。もうその前にね、もう姉の長女のところには絶対戻らない、ゴネルのところには戻らない決めてたんですけど、もう25なら、もう分かった、ゴネルお前のところに戻る、俺は50なら25の倍だからそっちに行くっつって、でゴネルがまた言うわけですよ。えお父さん25も必要でしょうか、いえ10人、いや5人、だって私たちの屋敷にはその倍ほどの数がもう世話をするためにずっと雇われているんですよ、一人の側近でも本当にいるでしょうか、そう聞いたんです。なんだと、もうここでやられたと思うわけです。この娘二人ともが、自分が今までこんなにこんな権力のある自分が大事にしてもらえない、知ってくそーっつ、その天気も悪くなってるんですけど、バーッ外出てっちゃうんですよ。でリア王ともう一人道家がいるんですよ。この宮廷道家っていうのは、あの王様に側近のピエロなんですけど、このピエロはねもう無礼講で、王様にどんな悪い口をね、どんなバカにしてもいいし、どんなことを言ってもいいんですよ。その道家も一緒にバーッ出てくるんですよ。ずっとふざけてるんですよこの道家、ねえねえ おっちゃんとか言ってダジャレ言ったりしてからかうんですよリア王のことを。でリア王バーッ外に行っちゃうんですよ。でケントも一緒に行くんですけど、あケントはこの時行かないですね。でグロスターがさすがにこれはひどいな、グロスターもその場にいたんですけど、あんまりひどいな思うんですよ。でどうにかしてください話すんですけど、この頃ねフランス軍の噂が来るんですよ。グロスターは自分の息子エドマンドいるじゃないですか。このリアオがバーッ出て行った後にエドマンドと話すんですよ。エドマンドに相談するんですね、グロスターが。ひどいよと、あのコーンウォールとジロのリーガン、俺がねあのリアオのことをすごい心配して、ずっと俺も側近やってたから、このグロスターもケンと一緒に側近やってましたから、心配して探しに行きたかったのに、探しに行くことを禁じて、もう話をするのも禁じて、俺の自分の屋敷を使うのも禁止にされた、ひどい扱いを受けたんだ言うんですけど、それはひどいですねエドマンド言うんですよ。こう頭の中では何考えてるか分かりません、それはひどい扱いですね、だからでもな俺には情報があるんだよ実は言うんですね。この情報っていうのはフランス軍の情報で、フランス軍が実はこの時上陸してきてるらしい、どうやらなんかリア王がひどい扱いをされてるのをなんか知ってるらしいんですね。でゴネ三女のコーディリアが頼んで一緒にフランス軍イギリスにちょっと攻め込んできたらしいみたいな話があったんですよ。これはまずいなるわけなんですよ。どうしようなったんですけど、この話を知ってるから伯爵同士公爵同士の仲が悪い分かってるから、それをエドマンドに言うんですよ。で自分の息子にね、俺は手紙を持ってる、今それ家にあるんだけど、俺はちょっと部屋にこもるから、部屋にこもって部屋にこもるふりをしてリアオのことを探しに行くから、もし俺のことを聞かれたら病気で伏せていると、そう言ってくれ、そう自分の次男エドマンドに言うんですよ。分かりましたお父さん、 どうぞリアオを探しに行ってくださいつってグロスター行くんですよ。でもエドマンドはしめしめって思ってるわけですよ。ここで自分の父親も裏切って、その父親を自分のものにしたいわけですよ。自分の父親が持ってる手紙、フランス軍と通じているように思わせるための手紙に使える、そう思って次女のリーガンに報告するんですよ。この手紙見てくださいっつって、何この手紙やって言うと、僕の父親はフランスのスパイかもしれません、そう言うんですよ。なんてこと、すぐに追ってお出しなさいっつって、グロスターを追わせるんですね。グロスターを指名で、自分の兄のねエドガーだけじゃなくてグロスター父親も
指名手配させるんですよ。でグロスさんも探しに行かせるんですよ、バーって。よしよし、全ては俺の作戦通りだ、まだエドマンになってるんですよこの時。で一方外でね、リアはもうあれ狂ってるわけですよ。自分の娘に裏切られて、こんなのはありえないっつ、ああっつ、嵐なんですけど、ちょっとああっつ、あれ来るやそらよ、ずっとこんなことやってるわけです、ああっなってるんですね。で、同居もね、隣にいていろいろちょっかい出すんですけど、どんどん数少なくなってくるんです。これはおそらくなんか嵐がひどすぎてね、ちょっと参っちゃったのかな思われるんです。ある小屋があるんですよ、ある小屋が。そこに一回入るんですね。でそこにエドガーがいるんですよ。もう廃人みたいな感じで紛争してるんですね、エドガー。ここでリア王とエドガーが会うんですよ。会うんですけど、ずっとなんか誰か分かんないんですよ、エドガーもリア王も。あ、エドガーはリア王のこと分かってますけど、あ、エドガー心の中で思うんです、なんて大変なことになっちまったんだ、このリア王が思ってるんですけど、リア王の方は全然気づいてない、ちょっと狂ってるんですよまだ。あー狂ってしまったなってるんですけど、そこにねグロスターが来るんですよ。グロスターが来て、あ、リアオリアオ話すんですけど、リアオも分かってるんですね。でエドガーの方も父はいる分かるんですけど、この時にまだそこまで関わりを持たないんです。リアオはなんかちょっと狂った人っぽく見える、エドガーのことが気に入ってエドガーと一緒にいる言うんですよ。でとりあえずここにいてくださいっつって、エドガーは他のところに行くんですよ。でけどね、あ、エドガーじゃない、エドガーじゃなくてエドガーの父はグロスターはこの時一回出ていくんですけど、捕まってしまうんですよこの時。で次女のリーガンとコーンウォールのところに連れて行かれてしまうんですよ。でもうひどい扱いをここでグロスター受けるんですよ。捕まって、お前スパイだな、尋問されるわけですよコーンウォールに。お前フランス側と繋がってるよ。いえ繋がってません。じゃあこの手紙は何だ、その手紙は、言うんですけど、その手紙はどちらのものでも中立のものから憶測で書かれたものでして、嘘をつかれこの野郎、その薄汚い目がいけないのよ、目をえぐり出してしまいなさい、ジロン・リーガンが言うんですよ。そうだな、コーンウォールがねグロスターの片目をガーッつってバーッつって片目えぐるんですよ、急にうわーなるんですね。で周りのね家来たちはちょっとおやめくださいみたいなコーンウォールに言ってるんですよ。もう一個目があるわよ、リーガンが言って、そっちもえぐり出してしまいなさい。ああそうだなって言った時に、コーンウォールについてる召使いの一人がね、もうおやめくださいって言うんですよ。私はあなたにずっと育ててもらいましたが、これはもう見逃せない、止めるなら今しかないと思います、やめてくださいって言って止めるんですよ。けどコーンウォール止まんないから、その召使い剣を抜いたんですね。やめてくださいっつってバッ切りかかるんですよコーンウォールに。で戦いになるんですよ、バッバッバッ戦って、バッコーンウォール切られるんですけど、ああ切られたなるんですけど、その召使いをバッ殺すんですよ。ああっつって、私は悔いはないっつって、召使いバッ死ぬんですよ。でコーンウォール、ああ切られた、結構深いんですね傷が、うわーやられたなってる。でもここでさらにね、グロスターのもう一個の目もえぐり出すんですよ、バーッツ、うわーッツ、もう何も見えないってなるんですよ。でここでコーンウォールはね結構傷が深かったんで、治療してもらうために退場するんですよ。バーッ、リーガン、スパイのあなたが悪いのよ、言うんですけど、そもそもなんであの手紙があなたに、私の弟が、私の息子が、私の次男坊がエドマンド、あれが私の身の潔白を証明してくれますよ、そう言ったんですけど、あれ何言ってんの、あなたがスパイってことはね、あのいい人が教えてくれたんだから、リーガンが言うんですよ。いい人が教えてくれた、ここでいい人ってエドマンドのことなんですけど、エドマンドってわざわざ言わなくていい人ってここで言ったんですよ。ここでねリーガンがちょっと浮気みたいな感じで次男エドマンドとつながってるっていうことがわかるんですよ。ここでしかさらにグロスターは自分の次男に裏切られていたことを知るんですね。自分は長男を次男に騙されて追放してしまった、そして自分さえもこのもう両目をえぐり出されてしまった。でリーガンはね、どっかに捨ててきなさいその覚えつ、でグロスターは捨てられるんですよ。エドマンドとしてはさらにしめしめって思って、これで
父親も完全に用済みになった父親の地には俺が座れるというふうになっていったんですよ。で、一方グロスター捨てられたんですね、ヘドマンドに。けどこの頃になるともうエドが再会できるんですよ。あ、エドがでもね、自分の父親は目が見えないんですけど、ここで自分の息子として会うのはなんか無理だ、合わせる顔がない、なんかエドが思ったんでしょうね。ちょっと化けるんですよ。でちょっと田舎の言葉使いながら、お、おじさんどうしたんだ聞くんですね。どうか私を高い丘に連れてってくれ、そう言われるんですよ、グロスターに。グロスターはもうやってられない、自分の息子を自分が追放してしまってもう一人の息子に裏切られた、こんなにやってられない、高いところに連れてってください、そう言うんですよ。で自分の息子とも知らずにね、エドガーに手を引かれていくんですよ。これ本当に登ってるんですか、高いとこ。登ってますよ、だってほらこんなにきつい坂でしょ、明らかに平面なんですよ。そうでもないけどな、登ってくんですね。もうすぐで着きますから、ちょっとしっかり捕まっててください、言われるわけですよ。すっごい変なイントネーションですけどで、ああそうか、わかった、もう少しかで止まるわけですよ。着きました、もう本当に死んじゃうんですか、言うんですね。あ、すごい普通の平面、あの地面なんですけど、ただの、ああそうだ、ありがとうな、ここまで連れてきてくれて、君には感謝するよ、じゃあさようなら。で自殺するんですよ、グロスターは。バッ、当然ただの地面ですからバタッつって倒れるだけなんですよ。バタッ、あら、おじさん死んじゃった。これわざわざなんでエドがこんな手伝ったかっていうと、これで父親がもう心完全に病んでるわけですよ。うわー、もう打ちしがれてる。これをなんか強引にね、ちょっと直すにはこういうことをしなきゃいけない、そう判断してわざと自殺させたんです。もちろんただ倒れただけですけど、大丈夫かなお父さん、思ってるんですよ。おじさん大丈夫か、死んじまったか、聞くんです。死んじまったか、生きてる、あ、生きてるね、うん、はい、あ、私は死んだのか、死んだのか、え、いや生きてるよ、もう大丈夫って、ちょっと心を落ち着かせたんですね、ここでグロスター。そこにリアが現れるんですよ。でもまだ荒ぶるって言うんですね、道家と一緒にいるんですよ。おーっつって、わあ、ずっとこのままいるんですね。わあ、つって、あれは、エドがまた見る。なんて姿になってしまったんだ、リアを。もう荒ぶってますから、ずっと。わあ、つって。で、グロスさんもいるんですね。あ、この声は、つって。リア王ではないか。あ、あの人がそうなのか、田舎者ですけど。あって、これ一緒に行動できることになったんですよ。この頃にはね、フランス軍、もう上陸してきてるんですよ。コーディリアがいて。フランス王はいないんですけど。フランス軍が来てるわけですよ。で、フランス軍のね、使者、ケントは先にね、変装したケントはコーディリアの方を会ってて、で、探してたんですよ、リアたちのことを。よし、見つけた。で、フランス軍にみんなでね、グロスターとかみんな、行ったんですよ、フランス軍の方に。よし、と思って。で、ここで、リアとね、コーディリア三女、会ったんですよ。で、ここで、リアがね、コーディリアに、あの時はすまなかった、謝罪するんですよ。コーディリアすまない、あの時はあんな風に扱ってしまって。ここでリアがひざまずいたんですよ。この時代もう父親は娘にとってもう絶対的な存在、絶対的な服従関係にありますか、上位関係にありますか、もうそんなありえないわけですよ、自分の父親が自分に向かってひざまずくなんてことは。で、そんなのやめてくださいってリア、コーディリア言うんですけど、それだけ今よりもはるかに、今の時代よりもはるかにこの時は衝撃的な光景だったんですね、そういう行動っていうのが。で、リアは謝るんですよ、あの時俺の判断は間違っていた、本当真実が見えていなかった、リアそう言うんですよ。で、一方二人まだ娘いるじゃないですか、長女のゴネリルと次女のリーガン、そしてオールバニーなんですけど、長女の方にね羊が来て、エドマンドも来るんですよ。まずいですというふうになるんですよ。コーンウォール公爵が死にました、次女の夫が死んでしまったんですよ。ここであのね、自分の召使いに受けた傷がひどすぎてガーなってしまったんです。で、長女の夫のオールバニーはというと、フランス軍ともういよいよ戦うぞなってる時なんですけど、なかなか外に出てこないんですよ。で、
なんか身近にいる者が言うには、なんかフランス軍が上陸したと言ったら喜んで、コーンウォール公爵が死んだと言ったらそれも喜んで、なんかおかしいです様子が、なんかいいことをなんか落ち込んで、悪いことを喜んでます、なんかあべこべになってますいうわけですよ。もう育児なしなんだから。妻のゴネリルは言うわけですね。そんなのおかしいじゃない、もうあの人わ私がなんとかするわって。で自分のね、羊のオズワルドに、この手紙これを渡してちょうだい言うわけですよ。自分の妹に、あ妹じゃない、エドマンドに渡してちょうだい言うわけですよ。エドマンドに長女のゴネリルが手紙を渡して言うわけですよ。実はゴネリルもエドマンドとちょっとね不倫みたいな関係にあるんですよ。次女のリーガンも長女のゴネリルも両方エドマンドをこれ狙ってるんですよ。でもリーガンの方がちょっと有利なんですよ。なぜなら自分の夫が死んで自分今フリーになっちゃったから。長女の方はちょっとオールマニー邪魔だなって思って、だから早くそれもあって戦いに行ってほしいんですよ。でオールマニーのことをなんとか説得して戦いに行かせることに成功したんですよ。よしなってるわけですね。で一方執事のオズワルドはちょっと一回次女のリーガンと会うんですよ。リーガンと会って話してるんですけど、リーガン、その手紙よこしなさい、あなたのオズワルドの持ってる手紙が欲しいんですね、エドマンドへの、あ疑ってるんですよ。その自分の長女と自分の姉とエドマンドができてるんじゃないか、エドマンドのことはエドマンドと結ばれるのは私がふさわしいのよ、そう言ってるんですけど、あとねもう一つ後悔してることなんです。グロスターのことなんです。目をえぐり出してしまったグロスター、グロスターあんなちょっと惨めな姿になってしまってね、あいつが歩き回れば回るほどみんながね、ああかわいそうだ同情して向こうの味方に、フランス軍の味方についてしまうっていうって思ったんですよ。だからオズワルドにこう頼むんです。もしあの男を見つけたら殺してちょうだい言うんですけど、オズワルドはね分かりました言うんですよ。オズワルドもちょっとね裏切ってるんです。自分の姉の羊だったら、長女の羊だったら次女の羊の方にねちょっと乗り換えるみたいな感じが出てきてるわけですよ、この時。ああ、わかりました。って言っていなくなるわけですよ。さあ、どうなるんだろう。なってるわけですよ。もう少しで終わりが近づいてきたんですよ、どん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 。そして、エドガーとグロスターが歩いてる時に、このオズワルド、羊が来るんですよ。やったー見つけた、もう、次女に言われてたんですよ。もし殺したらすごい賞金がもらえるっつって。やっしゃーっつって。殺しにかかるんですけど、グロスター。エドガー、長男が強いんですよ。バッと戦ってね。オズワルドを殺すんですよ。で、オズワルド殺されるときに言うんですね。この手紙を、ゴネリルが渡された手紙、これをエドマンドに届けてくれっつって、バッ死ぬんですよ。その手紙を見るんですね、エドガーは。自分の次男に当てられた手紙に。で、ここで作戦を考えるんですよ。そういうことが。で、そして、いよいよ戦いになるわけですよ。フランス軍と、コーンウォールたち、あの、イギリス軍、戦いになるんですよ。向こうはオールマニーとエドマンドが率いてるんですよ。で、戦いになるんですけど、ここでね、戦いの前に、オールマニーのところに、エドガーがまた別の格好にね、騎士の格好に、あ、農民の格好に変装してくるんですよ。全然関係ない。すいません。もし、あ、戦いが終わった時、笛を鳴らしてください。エドマンドに言いたいことがあるんです。あの男はとんでもない不正を働いています。で、この時エドガーが手紙を渡すんです。この手紙で、その手紙はゴネリルがエドマンドへ渡した手紙、実はオールバニー暗殺の手紙なんです。その手紙をオールバニーに渡すんです。ありがとうっつって、で、それで戦争が始まるんですよ。戦争が始まるんですけど、イギリス軍が勝ってフランス軍負けてしまうんですよ。で、フランス軍の方には三女のコーディリアとリアオもいましたから、みんな捕虜になっちゃうんですよ、コーディリアとリアオ。で、捕虜になって、よし、これで OK だな。みんな話してるんですけど、そこにね、みんな集まるんですよ。もう、リーガンも、ゴネリルも、コーディリアも。あ、コーディリアは捕虜ですね。コーディリアとリアは。で、他にも、オールバニーとエドマンドがいるわけですよ。で、オールバニーがね、エドマンドに言うわけですよ。身を引き渡してほしい。リアとコーディリアの。その身を引き渡してほしいっていうお願いに、それをエドマンド拒否するんですよ。いえ、必要な情報を得るためにとりあえず身柄を拘束させておいてください、君にはその権利はないって言うんですよ。エドマンドと王様でも何でもありませんから、オールバニーが今一番偉いはずなんですよ、イギリスでは。
いやそれはできません、言うんですけど、そうよそれはできない。なぜかゴネルとリーガンがね、ちょっと向こうエドマンドの方をかばうわけですよ。なんでそんな向こうに肩入れするんだ、オルバに自分の妻であるゴネルに聞くんですよ。いやそんなの関係ないじゃない。で そこでリーガンがね、結婚してくださいエドマンドに言うんですよ。もうこのどさくさに紛れてね、夫捕まえちゃう自分の姉に取られる前に、まあ姉にはね夫もオールバニーっていう夫もいるんだから、私のもよで私が結婚するわ、言うんですけど、いやそれはできない、お前を反逆罪で逮捕する、エドマンド、そう言うんですよ。オールバニーが、何ですってこの手紙、お前は、そしてお前この毒蛇め、言うんですよ自分の妻に向かって。俺の暗殺を、オールバニーの暗殺を企てたんですよゴネリルは。そしてエドマンドがいろいろな裏切りをしてるっていうこともなんとなく分かってたんですよ。そして笛を吹かせるんですね。3つ今から笛を吹く、もしこの中にお前に不正を、お前の不正を主張して立ち向かう者がいればお前は決闘しろ、そう言うんですよ。でブーブーブー3回笛吹いて、でシーンするんですけど、あれこんなん出てくるんですよ。バーン、これエドガンなんですね。でも次は騎士の格好してるんですよ。もういろんな格好に変身するんですよエドガンは。でモロモス、俺と決闘しろってなるわけですね。でお前の名はもうどうでもいい、甲冑してるから顔は分かんないんですよ。戦ってやろうっつってバンバンバン戦うんですけど、長男エドが強いんですね。エドマンドを倒すんですよ、バン倒して。で最後にネタバレするんです。エドマンドもう降格するんですね。俺はこれまでたくさん悪いことしてきた。で最後にエドが顔を出すんですよ。俺はこうこうこうしてたけど、これでまだリアもコーディリアも死んでませんから、まだハッピーエンドになる可能性あったわけですよ。けどねエドマンド、この前にもう戦が終わった時に捕虜に対してね、リアとコーディリアに対して自分の家来に言ってたわけですよ。おいあいつらはもう邪魔だ、殺せ、言ってたわけで、捕虜走らせたわけですよ。で戦いに負けた後に言うわけですね。あまずい、あのリアとコーディリアを殺せと命じてしまったっつって、で逆に追うわけですよ。オールバニーたちにバッと追うんですけど間に合わなかったんですね。リアが最後ねコーディリアを抱いてくるんですよ。コーディリアだけはもう死んでしまったんですよ。あーっつってくそーっつって悲しむわけですよ。もう全てが遅かったんだ、リアもね絶望にするんですよ。でこの時にもうリーガンもねゴネリルも逃げてたんですけど、バー逃げてたんですけど、この二人ももう死んでしまったんですよ。お互い殺し合って死んでしまった、うん、長女次女も、サンジも死んでしまった。そしてこの時エドマンドも死ぬんですよ。もう全員死んでしまった。最後リア、あー悲しいっつってリアも悲しみのあまりね死んでしまうんですよ。こんなことになってしまった。もう本当だったら周りにいたケントとかオールバニーが言うにはもうすでに寿命を迎えているはずだったけど、なんとか生きながらえていたけど、この悲しみでもう彼はこと切れてしまった。そしてリアが死んで物語は終わってしまうんですよ。もうこんなに誰も救われない話でしたけど、サンジュのコーディリア、自分の信念に従ってリアにね愛の言葉を伝えてくれって言われた時、いえ私は愛しているからこそ表現を持ったりせずありのままを伝えて自分の信念に従って生きたんですよコーディリア。そしてね一回ケント側近のケント一回追放されましたけど、それでも王に忠誠をずっと使っていましたから、王のためにつって変装までしてずっと王に寄り添ったんですよ。こうやって物語を経ていく中でどん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 それぞれの話が進んでいく中で、それぞれのね自分にとって何が大事か示し合わせて、エドマンドなんかはもう自分が頂点に上り詰めない、自分はずっとね母親もちょっと結婚してない立場の弱い女で、俺も長男に比べればそもそも次男だし全然正当な立場じゃないけど、それでものし上がりたいっていうのがエドマンドだった。自分の長女と次女は結婚しているにもかかわらず父親に嘘の持った愛の言葉を言って土地をもらったりして、もともと土地をもらうのは決まってましたけど、それで結局は父親のことを裏切って陥れてしまったっていうのがこの話になってる。実際ねいろんな解釈もあるので、このリアをいろんな読み方ができると思う。それで今回動機のことはほとんど話していませんでしたが、リア王にずっとついてるんですね、動機ふざけてるんですけど、その動機の言葉もね意外と深いものがあるので、ぜひ本物の方を読んでみほしいと思います。リア王でした。それではさようなら。